クリスティアーノ・ビラーギは、イタリア・チェルヌスコスル・ナビーイリオ出身のサッカー選手。セリエ A、アクフ・フィオレンティーナ所属。ポジションは DF。イタリア代表。2005年に、地元のインテルナツヨナーレ・ミラノでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチームへ昇格。2010年11月24日に行われた UE、UEFA チャンピオンズリーグ FC2 エンテ戦で、 プロデビューを果たした。しかしその後は、クリスティアン・キブや、新加入の長友優との存在もあり、ポジションをつかめず、2011年7月に、セリエ B の SSU ベスタビアへ、レンタル移籍を果たした。2012年夏、セリエ BAS、チッタデッラへ、共同保有で移籍し、2012から13シーズンには33試合に、出場。 翌2013年には、セリエガルチョカターニアへ、レンタル移籍。共同保有システムの廃止に伴い2014年6月20日、インテルナツヨナーレミラノへ60万ユーロ、シモーニペコリーニの保有権で復帰。同年7月6日、AC キエーボベローナへ2年契約で、レンタル移籍。しかしレンタルは1年で打ち切られ、2015年8月27日に、 スペインのグラナダ CF へ、レンタル遺跡始発の国外遺跡を果たした。2016年7月11日、セリエ A のデルフィーノ・ペスカーラ1936へ、完全遺跡。35試合に出場したもののクラブは降格した。2017年8月15日、アクフ・フィオレンティーナへ、買取義務付きのレンタルで遺跡。2019年8月29日、 インテルナチオナーレミラノにシーズン終了まで買取オプション付きの期限付き遺跡で加入する。U-21 イタリア代表として UEFA、U-21 欧州選手権に2大会連続で出場した。2018年9月にロベルト・マンチーニが指揮を取るイタリア代表に初招集され、2018年9月7日に行われた。 UEFA ネーションズリーグのホームでのポーランド戦で代表デビューを果たした。翌月10月14日のアウェーでのポーランド戦では後半アディショナルタイムにイタリアをリーグビー降格の危機から救う決勝ゴールを挙げた。ビラーギはこの得点を同年3月に死去したフィオレンティーナのキャプテンダビデ・アストーリに捧げた。ありがとうございます。